はい、こんにちは。えー、最近寒いですけど、元気にされてらっしゃいますでしょうか。えー、今日のタイトルは、サナダ・マサユキの生き方、戦略に見る、日本の行く道、強国に挟まれたサナダ家がいかに戦い、生き残ったか、今こそ日本はサナダ・マサユキの戦略に学ぶべしというタイトルでお話ししたいと思っています。えー、っとですね、先週ぐらいから、あの、ぼ、 某聴、真田正幸っていう本を読み出したんですね。で、これ、上下巻あって、下巻の、あの、半分ぐらい今読んでいるとこなんですけど、あのー、なんかこう、皆さんにお伝えするためによ読んでたわけじゃなくてですね、僕がただ、あの、こう、時代劇が好きだったりとか、時代物の,の小説が好きだったりするので、読んでたんですけども、これ読んでるうちに、あ、なるほどと、この、 あの、すごい強い大名に囲まれた中を生き残ってきた真田家の考え方とか振る舞い、生き方っていうのが、これが今の日本の、あのー、生き方を考える上で非常に重要なんじゃないかっていうことに気づいたんですね。それでちょっとお話ししたいなと思いましたっていうことなんですけど、この本はですね、真田正幸っていうタイトルはついてるんですけれども、 あの、上官のところの始まりは、真田正幸のお父さんの、真田幸孝っていう人の話から始まっているんですね。で、もともと、あの、この真田正幸のお父さんである幸隆はですね、 サナダっていう名前じゃなくて、カイノっていう名前だったんです。読み方がもし海野だったらちょっと恥ずかしいんですけど、カイノ小次郎っていう名前だったんですね。で、カイノは武田村上諏訪の連合軍に囲まれて、で、上杉に援軍頼んだのに来てくれなくって、破れてしまって、カイノの没落からこの物語は始まってるんですよ。で、えっと、 没落して、領土を全く失ったのに、このカイノ小次郎という、真田正幸のお父さんは、武田晴信、後の武田信玄に誘われて、召し抱えれることになったんですね。で、その時に、あの、信玄が、あの、あの名前を書いたらいいんじゃないかっていうことを言って、そしたら、カイノの名前ではなくって、えー カイノが支配していたところでもう途絶えてしまったサ田ダっていう名前があって、それをまあ復興させてあげたいと前々から思ってたと。だから、正幸のお父さんは、カイノの名前ではなくて、サ田ダの名前を名乗ることにしたと。そこで真、サ田ダ、ユキっていう名前になりましたと。で、その時に六門船の家紋を定めて、この六門船というのは、あの、一歩も引かないという、そういうことを決意したあー家モであると言われていると。で、このカイノ家は、 あの、茂野一族という一族で、その、えー、シナ信濃とか、えこ、ー、う、こう付け一体に、えネットワークがあるということらしいんですね。で、あの、正幸がすごいし、幸村もすごいっていうのは僕らも、あの、まあ、よくそういうことで知ってるとこになるとは思うんですけども、正幸の凄さっていうのは、やっぱりこの、正之のお父さんの、甲の小次郎、名前を書いた真田、えー 雪高がすごかったから。この、さなだ家の凄さ、さなだ家の、この、調略とか、あの暴、暴走、暴略にたけたとこっていうのは、正さのお父さんの雪きたかの時代からすごかったんですよ、ということですと。で、まあ、当然、さんにも強いし、調略にもたけ、武田県家において重要な地位を占めていくということになりましたと。で、もともとその自分たちの土地が、武田県家に滅ぼされたとこではあるんだけども、その、滅ぼした時の、えっ、ー、と、信虎 が、えぇ、ー、春の後の信玄に追われて、武田家も代替わりをしてるんで、その代替わりをした武田家に使えることにしたのと、武田信玄んと後に呼ばれる春の部が非常に優れた人物であったから、この正義のお父さん、行高は、春の武田信玄に使えることにしたってことなんですよね。で、そこで、えぇ、ー、いろんな戦に勝っていって、真田家が武田家の中で重要な地位を占めていく、 ということにはなっていくんですけどもこの上杉謙信とのこの川中島の戦いとかそういうのを経ていって、えー、武田ウエスキーというのはこう、まあ、ガチンコの戦いをずっとやっていくけども信玄がま年をとる取るっていってで上洛の途中で倒れるということがあってそこで、えーまあ、武田家の隆盛というのは終わるとでその辺りでちょうどあの真田の正幸のお父さんの行隆もまあ いい年になって引退みたいな感じになってくると。で、信玄の後を継いだ武田勝頼っていうのは、この本の中では、盆章として描かれていて、えー、勝頼が武田家を引き継いでから転がり落ちていくんですね、この家っていうの、武田家っていうのは。で、長篠の戦いの敗戦で武田家の軍事力は半減してしまって、その際に、まさの、あの、 お兄さん二人も戦死してしまうわけなんですよ。で、正幸のお兄さん二人が戦死したから、三男の正幸が真田家を継ぐ、継ぐことになって、そこで、えー、武田、正幸、あれ、えー、と、真田正幸を名乗ることになったと。で、それまでは、武田家の旗本として、武藤喜兵を名乗っていたのがこの真田正幸ですということですと。だから、正幸は名前が小さい頃は源五郎と呼ばれていて、源五郎から、 えー、若いうちに、武田信玄の故障として抱えられて、まあ、あのー、そこで旗本になりますと。で、武藤家っていう家を継いで、武藤騎兵になりますと。で、武藤騎兵から佐田家を継いだ時に、真田正幸になって、佐、えー、田正幸っていう名前が生まれましたということですよね。で、雪村ももともと次郎と呼ばれていて、そこから信繁で雪村になったと。で、兄は、 お兄さんなのに源三郎で、えー、信行に変わその後変わっているっていう形ですということなんですけど、この、長男が先に死んでしまうというのが、真田家で、あの、まあ、よくあったから、お兄さんにあ相手、源三郎という名前をつけて、あの、長生きするような名前にしたと。で、そういうこともあって、真田信之っていうのは、 ま、関ヶ原の戦い以降も長生きして、家光の時代まで生きて、確か90歳超えたと思うんですね。そこまで生きてるっていうことです。いうことですと。で、このま幸の考え方っていうのとか、ま、あさゆの前の高ゆの頃から、あ、ゆき高の頃からなんですけど、この、なんて言うんですかね、非常にこう戦略的な考え方をしているし、こう、なんかあのー、 一億玉砕とか、内尻の美学とか、そういうのはないんですよ。サラダの家をどうやって守っていくかとか、生かしていくかとかっていうのがちゃんとあって、かつ自分の代だけじゃなくて、次の代、次の代、次の代ってちゃんと活かしていくっていうことを考えていると。で、やっぱりま、周りのその竹だけとか、あの、そういう家が滅んだりとか、えー、あの、上杉、謙信の前の上杉、あの、 違う上杉家とかが滅びたりしているのを見ているし、それから、まあ、えー、織田が二条城で討ち取られて、あの、明智光秀に討ち取られて、織田家が即座に衰退したのも見ているし、ということで、そういう中でどうやってこう生きていくかっていうことをちゃんと見ているっていうところがあります、ということですと。で、あの、すごいなと思ったのは、この、貝の小次郎という名前だった、正さのお父さんが、家は、 没落して領土がなくなくったのに、そのタイミングで武田信玄からもうちに来てくれって言われてたし、その、その当時の上杉家の配下の長野家からも縁組を組まれてたりして、どっちに行くかこう、選べる立場にあったという。だから、自分の実力さえあればですね、どこからでもそのスカウトされる力を持っていた、この真田正幸のお父さん。 雪キタがすごかったっていうことと、で、サナダ家自身もやっぱりそういう形で、オだ家が滅亡した後に、上杉家からもサだにが味方になってほしいって言われて、北条家からも味方になってほしいって言われて、家康からも味方になってほしいって言われてそういう独特の地位をこの作ってきたっていうところが、サナだ家のすごいところで、で、あの、竹だけがまだ強い段階から、 武田のために戦うのではなくて、三田のために戦うんだよ、ということを、正義は言っていたと。武田の宿老でありながら、あの、ある種独立した小大名的な地位を確立してきた、ゆきたかと。だから、武田がこう、没落し始めた時に、あの、このままそれと一緒に侵入するんじゃなくて、自分が独立してやっていかないといけないというのを早くからこう、呼んでいたと。で、そういうこともあるから、こう、武田に属していても、 あの、独立自主の気概をちゃんと持って国の運営をしていたり、周りとの関係を、国々との関係を調整していたっていうことがあると。だから、武田の本体が動いて一緒に草をして、城を取るっていうことがあったとき、 とか、援軍が来なくっても、サナダの軍隊だけで難攻不落の城を落としたりして、サナダのこの価値を高めていくとか、領土を増やすとか、ということをやっていったということで、このサナダブランドをこう、育てていったっていうことがちゃんとあると。だから、こう、どっかのサあの、参加に入っててもですね、サナダ独自の強さっていうのをちゃんとこう、磨いてきたっていうことです。で、あの、こう、 まあ、あの、時代劇とか見てても、大河ドラマとかでもそうだと思うんですけど、このガチンコのもう真正面のこの正面衝突の消耗戦とかっていうのは、本当あんまり、 意味がない戦いとい戦とうか、どっちもこうね何百っていう兵を失ったり千とかっていう兵を失ったりする戦いというのはそれはまあ愚の骨頂でやっぱりこうできるだけ情報収集をして調,調,調略をしてであの兵を失わずにこう戦に勝っていくっていうのが正しいやり方。 とといううことにある,あると思うんですがやっぱり真田家っていうのはそこら辺にたけていたと。でもこれっていうのは本当にその、調略をしようとすると、ちゃんと情報収集ができていて、その情報収集に基づいて調略、交渉を行うと。その情報収集っていうのは、そこのその、あの、敵型の、 城の中の力関係とか、誰がどういう血筋でどういう家柄であってどういう風な関係があるかとか、歴史とかを、あの、そういうのをちゃんと理解していないと、誰を調略相手に選ぶかっていうのとかもちゃんと考えないといけない。だからこの情報収集とか調略の活動っていうのは今のでいうとこの外交であったりとか、あの、まあ、公安調査庁の仕事であったりとか、なんかそういうとこになってくると思うんですね。だからこのインテリジェンスっていうことを、 今、インテリジェンスが、日本のインテリジェンス、情報活動が弱いって言われてるけど、これが、サナだけがすごくできていたっいうことですよね。だからその 昔はアナログな戦ばっかりしてたんだろうじゃなくて、彼らも非常にこの情報戦をちゃんとやってたっていうことですよね。で、エラーすための情報を流したりとかするっても、これもこのインテリジェンスなんで、それが今はこうネットを使ったりとかなんかこうメディアを使ったりとか、そういうことがデジタルっていうか最先端になってきてるかもしれないけど、やってることを考え自体はやっぱりそういうふうなあのインテリジェンス活動をこの 真田家とととかかはちゃゃんんやってきてたんじなないかなと思い思で,で、あの、数万の北条軍にかか囲まれても補給路を立って撤退させるとか、家康の軍にこう攻められても、そこからあの、上杉の援軍を呼び込んで、上杉と一緒に退治して、で、それだけでは足りずに、あの、秀吉の方にも手紙を送って、えー、そっちの後ろ盾を得たりしながら、徳川の軍を撤退させたりとか。 するとで、そういうふうなことをやっていったりとか、交渉で買っていったりってするためには、あの、何もその、インテリジェンス活動だけじゃなくって、やっぱりその実力がいるわけですよ。で、交渉を有利に運ぶためには、実力、まあその、武力の実力だけじゃなくて、あらゆる実力、その、ネットワークがどれだけ強いかとか、あの、そういうことも含めての全部の実力、それから実績。で、駆け引き、駆け引きができるための、 あの、まあ、情報量とかいろんなことがあると。で、真田には実力も実績もあったと。で、その、交渉を有利に運ばせるためには、あの、こいつらは、脅せばどうにかなるとか、あの、こいつらは金を渡せばどうにかなるとか、あの、そういうふうな、あでは、真田はもう動かせないっていう、 あの、こいつらを敵に回したら、半年、一年間攻略に時間がかかって、その後を教えるうちに、他の援軍が来て、あの、司法を包囲されるとか、そういう恐れもあるから、こいつらを敵に回したら恐ろしいと思わせる、そういう気迫、実績、実力、プラス気迫みたいなところがあって、その気迫っていうのを真田家はちゃんと見せれてたって、だ、こいつらと戦ったら損だなっていうのをちゃんと見せさせるそういうことがあったということだと思うんですね。そこをこの本を読んでて、すごく、 感じたんですよ。で、あの、最近その、伊藤寛さんがアメリカから日本に帰ってきて、松田製作研究所さんのとことか、えー、水島聡さんのとことかで喋ってるのを聞いて、な、なるほど、なるほど、こう、日本はアメリカの属国として使われて、ずっとこの7何年、77年ですか、70年間ですか、いてて、えっと、 まあ全然独自の外交も独自の経済政策も何もやらせてもらえる権利がなかったと。じゃあ、あの、元陸将補の矢野さんが、えっと、伊藤寛さんの講演会に来てて質問したんですね。じゃあ日本は、あの、独自の核をですね、自分でこっそり作って持つべきですかそれとも、どういう、あの、ちゃんとアメリカと交渉して持たせてもらうようにすべきですかって聞いたら伊藤寛さんは、これは、 あの、こっそり作ろうとすると暗殺されたりするから、そういうのをこっそり作るもんじゃないと。ちゃんとアメリカと、あの、面と向かって話して、 あ、あんたたちが日本の国防に対して責任持ってない状態っていうのは明白なんだから、我々は我々の国を守るために核を持ちますよと。あんたたちが中国とか北朝鮮とか、あの、ロシアとかそういうのに核を持たせたりしてですよ。そういう状態にして日本だけ、えー、弱い状態に落としている。こんな状態、ありえないんで日本は日本のために核を持ちますとか、えー、こういうふうな武装をしますとか、そういうことをちゃんと交渉して、あの、着替えを見せるべきだそ。それなくして日本の独立はない。 いうことをおっしゃってたんですね。あ、そそその内容とこの真田昌幸とか、正幸のお父さんの行き,た行きたかとかがやってきた。 この小国でありながらも国を守ってきた、大国に囲まれながらも守ってきたっていうことは、その実績、実力気、気概、あの、折れない心っていうのを見せつける必要があるんだなと思いました。今の岸田さんなんて安倍さん観察されたら、もうヘロヘロヘロってなってて、あの、何を言われてもはいはいはいっていうことを聞くみたいな、それが属国状態じゃないですか。だからこの、正さは、えー、 武田家に属していても、正幸も行きたかも、えー、武田家に属していても、その力を頼るんじゃなくって、それがなくなったとしても自分でやっていけるような力をつけていたと。で、その後はですよ、あのー、武田が滅び、小田が、小田が来たとき、まあ、武川和正の徘徊になって、竹川が引いてったら、次、北条について、徳川について、上杉について、まあ、上杉剣、豊臣についてみたいな感じで、一時の間に、あのー、 こう、点ん点んとこう、つく方を変えるんですね。常にこう、有利な方についてというか、条件見ながら自分たちの国を守れる方についてってっていう形をとっている。これが、この、完全に一国に帰属しては属国状態となると。独自の意思決定ができなくなると。だから、この勢力均衡を考えて、時を見て、 必要なところにつく。安全な側につく。高く評価してくれる側につく。で、こういうことをやっていく。っていう。それがこう、この、このしたたかさを、実力を持って、気概を持って、気約を持って、したたかさを備えていかないといけない。っていうのこの、正さの生き方を見て、僕は非常に思ったんですね。でも、彼らは、あのー、なんて言うんでしょう。その、合理さだけ、合理性だけではないんですよ。やっぱり、 情とかっていうのも大事にしてるんですね。あの、武田信玄が、人は城なりあ、人は城、人は石垣、人は堀、人、情は味方、あだは敵なりっていうことを言って、あの、城塞を作らなかった、城を作らずに平屋形に住んでたって感じなんですよ。だけど、勝よりは、それではもう自分たちはやっていけないっていう、あの、守りに入って神父城っていうのを作って、で、 結局攻められて自分でその神父城を焼き払って即放棄したみたいな感じになったと。なんかその、すごい信玄の時は攻めていくから、攻められる必要ことはないから、城はいらないって言って、攻めていく形だけだったから、堅牢な城は作ってなかったのに、もう活用の時代になったら攻められるってなって、城を作りますって、作って、作ってすぐ焼いたっていう、まあ愚かなことをしたい感じになってるんですけど。で、あの、この、正幸は、 それまでその山城みたいなのが主流だったところで、上田城っていうのは山城からひろじ平城を作って、それは単にこう山城に籠もるっていう落とされない城を作るんじゃなくて、平城で交通の要所にちゃんと城を作っていって平和になった後も作れるようなとこに城、使えるようなとこに城を作るということをやったりとかということで、やっぱりこう、単に戦に強いというよりも両国経営とか、その経営力がちゃんとなかったらいけないとか、でさっきのインテリジェンスをちゃんとやった。こういうことがやっぱり大事。 だろうなとで、まあ、この話の中で一番言いたいのはですね、こう、一つの国に属国になるんじゃなくって、バランスオブパワーというか勢力均衡をちゃんと考えた他局外交をやって、で、かつインテリジェンスの機能を強化して、情報交渉をやると。で、それより何より根幹に日本がやっぱりこの核としてですね、自分たちが自分の国を守っていくという気概、気力がないところに、 武器だけ買っても、それは守る人がいないですよっていうことになると。か気概気迫が一番大事ですよっていうこと。だからまあ、あの、そのことを話すためにちょっと伊藤寛さんの話にも触れたんですけど、ここら辺はいつも水島悟さんがよく言ってたりとか、まぶちさんがまあ日本の人の心のありようみたいなことよく語られてるので、そこら辺もこれからもまた解説していきたいなぁと思っております。はい。ありがとうございます。